ジャパン、すごい日本と世界のニュースへようこそ。今回は習近平の異変についてお話ししていきたいと思います。最近にわかに噂となっていることがありまして、習近平の身に何か異変が起きているのではないか、そういった話がネット上で出回っているわけですが、それは軍のクーデターが内部で密かに起きているだとか、習近平国家主席が脳卒中で倒れただとか、今いる習近平国家主席は影武者であるだとか、そういった類の話になるんです。これが案外当たらずとも遠からずであって、何かしらの異変が起きている可能性は否定できないというところもあるんです。まず着目したい点として、中国共産党のナンバー2である李強首相の動きです。習近平国家主席は己の権力を強固にするために首相の権力を徹底的に弱めてきました。全国人民代表大会において毎年開かれていた首相会見までもが今年からは行われなくなるなど、李強首相は首相という立場にあるにもかかわらず、その存在感をほとんど示すことができていません。一方で3月の李強首相による政府活動報告も習近平の文言が16箇所もあり、政策の中身より習氏への忠誠心が問われる雰囲気が強まっていることがうかがえるわけです。しかしそんな李強首相がここに来て反習近平の色を一気に出してきたということで、これはやはり習近平の身に何か起きているのではと様々な情報が流れているところなんですね。そこで今回はこの習近平失脚の動きについてお話ししたいと思います。このチャンネルでは日本を応援する立場から、日本や世界の興味深いニュースを中心に様々な情報をお届けしています。こちらは当チャンネルから発信した動画の代表的なものになります。こうした情報に少しでも興味のある方や日本が大好きな方は忘れないうちにチャンネル登録お願いします。では行きましょう。まずは習近平国家主席の脳卒中疑惑についてお話ししましょう。これはグループチャンネルでも触れたことがありますが、今年の7月15日から北京で開催された中国共産党中央委員会第3回全体会議、いわゆる三中全会の際に流れた噂でして、会期中に習近平国家主席が脳卒中で倒れたという噂が中国の SNS を中心に一気に拡散されたんです。中国の SNS では当局による検閲がありますので、おじさんが株主総会の最中に脳卒中で倒れたという隠語を用いてのものでした。椅子から転げ落ちて倒れたというもので、他にも衰弱の発作だったのかもしれないだとか、いろんな憶測を呼んだわけですね。ただ結論から言えばこれはフェイクニュースです。噂とともに流れたこの顔をしかめる画像も、今年の3月11日にイギリスのデイリーメールの記事で載せられていた画像であり、全人代の時のものです。ただその後も最近においては習近平国家主席が表にあまり姿を現さなくなっており、やはり健康上の問題が発生しているのではないかだとか、軍トップが反旗を翻して習近平国家主席を拘束した、あるいはすでにそれより先の状態にまで進んでいるだとか、そういった噂も流れているんです。もちろん全く表舞台に出てこないわけではなく、習近平国家主席は外交の場でも動いていることが報道されているものの、すでに影武者なのではないか、そういう噂が流れているんです。確かに人民日報においても習近平に対しての言及が減っている部分はあります。じゃあなぜ軍のトップが反旗を翻すのかという話になるかと思いますが、中国では軍の上に共産党がありまして、習近平は軍のトップの人間に対しても容赦なく強権を振るえる立場にあるんです。昨年8月には国防部長の李尚福氏がいきなり姿をくらまし、10月には解任されるという出来事がありました。装備品の調達と開発に絡む汚職の疑いとされており、姿を消した後解任されたことは習近平の反腐敗運動によるものだとされていますが、実態として中国においてはとにかく出世するためには汚職が不可欠となっています。まあ軍部に限った話ではありませんが、軍のトップに上り詰めるともなれば億単位のお金が動くなんて話もありますが、そうなってくると軍の上層部の人たちは次は自分たちが粛清されるかもしれないと心中穏やかではいられないわけでして、だからこそ内部で密かに政変が起こっていて、今いる習近平はもともと存在していた影武者であると、そういった考えがネットを中心に出回っています。そしてこれを裏付ける情報と
として習近平国家主席に従順だった李強首相の態度が明らかにおかしいという話があります。最近の李強首相は習近平国家主席をよいしょしなくなり、習近平離れの態度をちらつかせることが増えていまして、8月16日においてもそうした動きがありました。李強首相はこの日国務院全体会議を開いたんですが、人民日報に掲載された李強首相の発表文はこうです。会議は党の三中総会の精神と中央政治局会議、政治局常務委員会議の精神を深く学び、党中央の精神をもって思想の統一、意思の統一、行動の統一を図るべきことを強調すると。こういう場においては、これまで主語は習近平だとか習近平思想となっていたんですが、今回は党や党中央の精神という表現に変わっています。本来であれば習近平国家主席による独裁体制において習近平総書記を核心とする党中央とすべきことは絶対的なルールのようなものでした。習近平総書記を外して党中央と発信することはタブーだったわけですね。1年前の3月には李強首相はこう言っていました。新しい政府は習近平思想を指針とし、習近平総書記の重要講話を深く学び理解し、それを真剣に貫徹させ実施に移さなければならないと。今年の3月にも習近平総書記の重要講話は非常に強い思想性、指導性を持ち、我々はそれを深く学び貫徹させなければならない、このように発信しており、習近平思想を貫徹することを強調していました。しかし今回は一度だけ習近平国家主席に触れた文言があるんですが、そこではこうなっています。改革の全面的進化に関する習近平総書記の一連の新思想、新観点、新論壇を深く学習し理解し、改革の全面進化に関する党中央の方策を断固として実施していくと。要は習近平思想は理解すべきだけど、あくまで国務院として実施していくのは党中央の方策であるとしており、習近平思想を貫徹するとは言っていないんですね。習近平国家主席の絶対独裁体制下において李強首相がこのように明確な反旗を翻したということは、やはり習近平に何かしらの異変が起こっているのではと考えることができるわけですね。もし健康問題や軍部のクーデターがあくまで噂で真実ではないのだとすれば、なぜ李強首相はこのような動きに出たのでしょうか。考えうることとしては、8月上旬に開かれた北戴河会議が関係しているかもしれません。この会議は8月に党中央の指導者と引退した長老たちが避暑地の北戴河にある党中央専用の別荘団地に集まって断続的に開く非公式の会議です。この時何かしらの政治的な争いが起こり、長老たちの影響などもあってか、李強首相が何かしらの形である程度の主導権を習近平国家主席から奪うことに成功したのではないか、そういう見方もできるわけです。さらに中国共産党の影響下にある新華社がかつて投稿していた改革家習近平という記事が削除されたという動きもあり、新たな憶測を呼んでいるというわけです。まあこれに関しては私は懐疑的に見てまして、改革家習近平という記事自体が今の習近平体制のやりたいことにそぐわないものであり、共産党の支配体制にブレが生じる可能性があるから記事を削除したというだけの話な気もしています。陰謀論とかにも言える話なんですが、こういう時人間は何か求めている答えにつながるよう辻褄の合う話を探しに行って、時には無理やり辻褄を合わせるということをしがちです。さらには本来一つ一つの事象は複雑な要因が元で動きとなっているのにもかかわらず、シンプルな答えにしようとしたがるわけですね。もちろん世の中で陰謀論とされているものの中には稀に真実が混ざっていて、後年事件として発覚するなんてこともありますが、何にせよこの手の思考が癖づいてしまうと多角的な視点も広い視野も失います。 EV シフト推進派の方が外交や安全保障、児童労働、汚染問題、開発途上国のインフラ問題などにほとんど目を向けないことと同じですね。なのでこれらの噂は現時点ではまだまだ噂であり、信憑性に足るものではないと考えています。ただ李強首相の動きに関しては事実ベースで反旗を翻していることも見過ごせません。習近平国家主席もいい年齢ですので、健康上の問題があって表に出るのを極力控えている。その結果いろいろと内部で動きがあって、李強首相が自身の力を強めているという点
件に関しては、実際に李強首相が発信している内容を見ても可能性としては十分にあるのかなとも思います。この動画の台本を書いているのは19日ですが、この時点では真相はまだ分かりませんので、引き続き習近平の動向に注目していきたいと思います。というわけでご視聴ありがとうございました。この動画が面白かったという方はチャンネル登録、コメント、グッドマークお願いします。また当チャンネルはメンバーシップも開設しております。メンバー限定動画や過去の非公開動画などを公開していきますので、ご興味のある方はメンバーシップの加入をお願いいたします。またグループチャンネル世界の経済ニュースでは、このチャンネルだけでは得られない幅広い世界の動きについて取り上げています。サブチャンネルジャパンさんのお話では日本の観光地巡りなどしていますので、概要欄からぜひ見に来てください。ではまた次の動画もお楽しみに。バイバイ。